入れない。というわけでこんにちは、うつ主のモメンです。エイプリルフールにアーリタイプファイナル2の発表があり、これは現実か、もしや現実だと思っているこの世界そのものが誇張の夢なのではと軽くトリックしたバイドマザーです。ツイッターで九条さんがアーリタイプファイナルについて言及していたので、今年のエイプリルフールは何かあるだろうと0時にグランドエラのサイトを見に行って、おお、今年の嘘ネタは気合入ってるななんて思ってたら、ライセンスが秋まであって止まったよね。まさか2019年にアーリタイプの続編が望めるなんて思ってもいませんでした。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。いろいろと期待と不安はあると思いますが、今はアーリタイプの新作が出るということを喜びたいです。さて、第2回生アール学会も本当にたくさんのご来場ありがとうございました。また初っ端から様々な濃い情報が飛び交い、うつ主興奮しすぎてバタバタで噛みつかりだったよね。4時間に及ぶ長時間の放送でしたが、楽しくて時間が経つのを忘れてました。第3回生アール学会もまたよろしくお願いいたします。それでは今回も張り切ってまいりましょう。アール学会5年目のテーマはアール戦闘機の歴史および平成の設定についてです。前回の動画で5年目はタクティクス2についての考察をすると予定していたんですが、 R 戦闘機の基本的な性能の設定も考察をする上で非常に重要なので、今回は動画内容を変更させていただきました。順番が前後してしまいすいません。今回は主に R 戦闘機の設定、歴史、そして可動砲についての解説となります。フォース、ミッドについてはまた次回6年目で詳しい設定を解説していきたいと思います。そんなわけで、早速アール学会5限目、始まり。ではまず、2限目動画でも解説しましたが、改めてアール戦闘機についての設定をおさらいしましょう。アール戦闘機はもともと空間汎用作業艇で、R1 から始まった R3 では、ラウンドキャノピーによる良好な視界と、作業艇ならではの高出力、信頼性の高さにより、様々なバリエーションが生み出されました。未知の存在であるバイドに対抗するものとして戦闘機ではなく、汎用機である R シリーズが選ばれたのは、様々な状況に対応できる汎用作業艇としての信頼の高さからだった、ということですね。そういった事情もあり、R タイプコンプリートでは、空間汎用作業艇のナンバーワンパイロットであった、楊源が R シリーズのパイロットに任命されています。同じく空間汎用作業艇の女性パイロットである、リーザ・ステファニーも R9 のパイロットに志願し、2人で出撃しています。初代 R9 が複座式というのもこちらでわかりますね。初代 R9 のスペックは全長 16.2m、 全高 10.8m、 全幅 5.1m、 重量31トン、最高速度は 208km となっています。動力形式はザイオング完成制御システムを搭載しており、これにより宇宙空間での自由な移動が可能となっています。このザイオング完成制御システムですが、一体どういったものなのかというのは、全くの謎です。R タイプ年表でさらっと出てくる以外は詳しい説明はなく、どういった構造で機体を制御しているのか、全くもって謎だらけなんですが、ここは妄想がはかどるところでもありますね。さて、ここからはアイゼンフェルト化計画動画の方でも解説しましたが、今一度、R9 以前の機体の歴史を振り返っていきましょう。AD2043 年、宇宙空間機動計画、機体開発プロジェクト、RX プロジェクトが発足。プロジェクトリーダーは、ティム・クライアント博士という人物。汎用作用機体に、機体エンジン3型、タイプ3を搭載したのが始まりです。しかし、大きな関係性に問題があったため、対応を行い、アール戦闘機の前身となる、RX1、通称、宇宙艦の攻撃を受けて、R シリーズの生産が開始。このスケルトンは、テスト用であったため、外部装甲のない粗末なものだったと言います。その後、RXD-1 は採用され、台風が増加、実用化となったところで、正式名称、R-1 を行います。そして、新規格の RXD-2 の開発も始まり、これをベースとした RC が実用化。さらにエンジンの改良が進み、工作機の前身となる、R3 シリーズが製作されました。
このアルミニウムだから、一気に破壊するために、掘削作業用、定期出力リチド解放型破壊砲の開発が始まります。もともと破壊砲は兵器だけではなく、掘削作業に使うものとして開発されたんですよ。アルミニストに生まれている R エンジンの改良はさらに進め、低出力小型エンジン、ニューエンジンのインターバル高出力が実用化され、そこに付く低出力リチド解放型破壊砲が完成。特殊作用で R5 出力が開発されます。この R5 では、宇宙の多分化として使われていて、ユニット化されたアルテンにより、いろいろな局面での運用が可能となっています。フォルムがだいぶ R テンサイズに近くなっているのもわかるかと思います。低出力リチド解放型波動砲も採用され、低出力波動砲、アクセロイドバスターを定義した R5 シリーズが実用化に取り付けます。ちょっと強力な頃、超超超リポートを見せていた感じで反射で、ボーランナが超直接高エネルギー生命体を排出地点に保管します。このボーランナが持ち帰ったもの、それが、最後のキルハッと呼ばれるものです。それにより、超大ダミッションが発動。戦闘の結果、サイバルバコーシンワールシリーズが選ばれたのでした。サイバルバミッションが発令されたことにより、汎用が果たした R5 の製造は、R5 駅で中止。本格的に戦闘を使ってワールシリーズの開発が進みます。ゲームアクセロイドバスターを採用した、ドイツの可能性通りの無人鉄国機、RX-66 が開発され、その後の無人鉄国機、R7 が乗り合うことになりました。そう、これが以前の詳細を進めてもらいたい、R7 です。ドイツ中高速に上空飛行機の実用実験で、ドイツの高校に到着し、可動砲を使用したところ、力が安定用レギュレーターが動くのです。エネルギーの蓄積障害が高校に引っ張られ、戦争したためにアンテルが増殖してしまったのでした。テストを行っていた頃、ネクロンズルトリック大佐が犠牲となりました。ちなみに、飛行機は一部で回収されました。その後、リコの電源化のスタエンジン、ニューニットが統合された RX-8 が完成。人間実用化に向け、RX-8 をさらに統合した、高出力波動砲装備、高機動人装置、プロトタイプアルマインが乗り合うと。翌年には、ザイオンズ完成制御で偽装し、高出力波動砲を装備した、アルマインが乗り合うととなったのでした。RX プロジェクト発足から R9 が開発されるまで、10年強では約200年、10年強では約120年もかかっていたんですね。R 戦闘機がなぜ可能性のデザインを受け継いでいるのか、どのような経緯で R9 が開発されたのか、さらっとですが、お分かりいただけたでしょうか。初代 R タイプが R9 ではなく R9 というところか、それまでに長い歴史があったということが感じられてまた熱いですよね。ちなみに、ミリタリーミッションにはすでに、R9 のバリエーションに対応して、R9D ストライダー、R9D 終点ですが、R9E ミッションを歌い、R9E アンドロメディスが、そして R9 のデータを元に分解された機械として、フューチャーワールド、ピースメーカーが記載されています。実はこれらの機体は、R タイプ3以前から設定が存在していたという、かなり歴史のある機体だったんですね。R 戦闘機の歴史を知ったところ。